小室圭さん、今ニューヨークでどんな暮らしをされているんでしょうか。やっぱりニューヨークに行かれてからちょっとですね、やっぱり報道というか、皆さんの関心もちょっと収まったような感じが、まあまだでも数日ですけどね、ような気がちょっとだけしてます。まあ遠くに行かれたのはちょっと良かったんじゃないでしょうか。それで改めて思いますが、皇室の危機だということを言われる方が非常に多かったですね。このああいう、まあ言うなれば小室圭さんみたいな人が、皇室に関わってくると、どんどん皇室が汚れてしまうと、ああいう人間がですね、後々の代のやっぱり続いていく、何十年何百年と世代を超えて10代に20代とついていくのでけしからんというような、言われ方が多かったと思います。そしてもう一つ、あの天皇陛下というのは、素晴らしい方で、だから私たちが、尊敬しているんだと、大事にしているんだというようなことを言い方で、今回の件を批判されている方が、まあ、何人かいらっしゃいました。まあ、大体のもう皆さんの嫌だなという思う方の気持ちはそういうところなんじゃないでしょうか。そこで、まあ、もちろん一般的な考え方として大いに納得する面もあるんですけど、まあ、違和感というか僕なりの、ちょっと違うなっていう思いが、わだかまりみたいなことが、どこにあるのかな、まあ、自分自身がなぜそういうふうに思うかなっていうのをですね、ちょっと、そういった思いがまとまってきたので、ちょっと、記録したいと思います。お話ししたいと思います。あの僕みたいな宗教っていうものを考える人間にとってですね、人間はやっぱり神にはなり得ないというふうに考えるわけですね。つまり人間的存在そのものが、絶対的な善であるとか、いうことにはならないわけです。人間である以上、弱さや、悪い部分を矛盾ですとかね、そういうのはやっぱり、そういうのは抱え込むと思うんですよ。要は絶対完璧な人間などいるはずがないと。でも人間っていうのは往々にして、神格化っていうかね、神様のような、存在、人間っていうのがいてほしいなという憧れを抱くのも、これは英雄というか、そういう心情っていうのはあるんですね。で、このただの人間を、まあ、神様のように絶対として崇め立てることによって、いや、そのことによってかえってやっぱり問題っていうのが起きてくるんですね。で、特に、まあ、共産党の、毛沢東、スターリンを例に出すと分かりやすいんじゃないかと思うんですけどね。宗教を否定して人間の、人間存在の対して自信を持ったというかですね、まあ、北朝鮮なんかまさにそうじゃないですか。なんか理念とか思想を絶対化することによって、まあ、独裁者、絶対者というのをやっぱり生み出してしまうということなんですよね。で、そう考えるとやっぱ窮屈なんですよ。やっぱり人間は人間だって、その、まあ、天皇の皇室の歴史を紐解いて、果たして歴代の、150代くらいになるんです。百数十に及ぶ天皇陛下の、歴史が果たして極めて立派で完璧で、優れた人格の、天皇陛下がたくさんいたでしょうか。確かに、あの明治、大正、昭和において近代国家日本を運営する際にやっぱり非常に大きな存在であったということは確かにあります。それでもそれ以前の江戸時代や、それ大正、平安、戦国時代、平安時代の天皇陛下は果たして素晴らしい人格者で日本国民の精神的な柱であったのでしょうか。いや、必ずしもそうではないですね。時々の権力者といろいろ利用され癒着し、まあ、ある意味その特権階級の庇護、守られてやはりその存在が、まあ、継承されてきたというような印象ですね。
だからといって、まあ、そういうふうに考えると特権階級のそのものみたいなことを言い出すと、なんか左翼が好んで使うような話になるんですが、私自身は平等、人間平等っていうことをやっぱりあんまり好きじゃないですね。あの平等っていうものは、本当に平等っていうのは無制限に素晴らしいもので、あの大事なものだっていうのがこの近代の理性のあり方の人だっていうふうに言って間違いないと思うんですけど、人間はとにかく平等であるわけで、平等であることが善だったと言うんですけど、僕は決してそうは思わないですね。その平等っていうものにこだわるあまり、かえって混乱や、無秩序や、ニヒリズムが蔓延しているのではないでしょうかということであります。まあそれでだからいいんですよね。天皇陛下でも人として失敗をされてもいいんじゃないかというような気がしますので、まあ眞子さまの結婚にしても、まあ、普通の一般女性がですね、学生時代にちょっとタッチの悪い男と付き合って、まあひどい目にあって、で、まあ、人間的に成長するっていうプロセスをやっぱりこれ経験するべきで、それもやっぱり現代に生きる女性の一つのプロトタイプとしてね、ある意味手本としてもいいんじゃないでしょうかね。やっぱそういうのが経験できないっていうことの方が僕は問題ないんじゃないかなと思いますね。まあだからとりあえず、ちょっとね、この3年間の期間っていうのは長かったですね。もう最初に婚約発表した時期に結婚していれば、まあ今頃当然特に別れていたんじゃないかという気がしてならないものですから、